本日より始まりましたライフ徳島でございます。なかなか表立って話す機会のないがんについて軽すぎず重すぎない番組を目指して、これからですね3回を放送しようと思っております。本日ですねこの番組ナビゲートをいたします林雄一です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そして、私のお隣はですね林ゆっこさんです。よろしくお願いします。お願いします。そして私のお隣のお隣が加藤目美奈さんです。加藤目さんはですねがん患者応援チャリティーイベントリレーフォーライフジャパン2014徳島実行委員会実行委員長、がん患者の家族の経験からがん患者支援活動に携わるがんのピアサポーター第1期生でございます。はい、よろしくお願いします。まあ、この番組でですねご意見番的なところですね。そして、お隣は篠原博さんです。はい、篠原博です。このね、メディア四国というねいろんな番組がある中のアーバシ TV ヤングオーのリーダーで、はい、そして、今日放送しておりますアミューズメントバーフライの店長でございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日ですね生放送している場所はこちらです。徳島市中野町1丁目アクティアネックスビル3階スタジオノアより生放送でお届けします。ということでございまして、ユーストリーム生放送でお届けいたします。さっきも言いましたがね、これからですね3回の放送です。この6月、8月、10月とで、先ほどですね加藤目さんのねご紹介の中にありましたリレーフォーライフジャパン徳島というねそのイベントがですね、10月の4、5とございます。こちらの方今日も出来上がったばっかりのチアシでございます。こちらの方ですね、これに向けてですねこの番組をね3回放送しようということで、まあ一番こうなんて言うんだろうな、とっつきにくいというかどういうんですね難しい題材であるがんというテーマにね、3回で、はい、どれぐらいね皆さんに伝わるのかどれぐらい分かってもらえるのかっていうのをね、この4人のレギュラーメンバーで、はい、お届けしていこうと思います。はい、それではですね早速ですね、今回2つのテーマございますので1つ目のテーマいきましょう。1つ目のテーマはこちらです。がんってね、はい、ということでございましてもうこのね、番組のもう最大のテーマでございます。はい、がんってねという、はい、ね、加藤目さんがんってねもう一度いきましょうか。かわいくお願いしますね。がんってね、かわいいですね。はい、ということで、こんな感じでですね、はい、まあ、今のはちょっと軽すぎましたけど、はい、軽すぎず重すぎないように作っていく番組でございます。はい、じゃあ早速ね、がんという、はい、加藤さん、がんって、がんって、はい、がんって、これから日本で2人に1人ががんにかかるとされているぐらいすごく身近な病気なんですけれども、うん、でも私たちはそんなにすごくじっくりとがんについて喋る機会とか話し合う機会っていうのがないと思うんですね。うん、ないですね。ないですね。そういうのをいろんな立場とかいろんな環境の人たちが集まって考えようっていうのがリレーフォーライフ。リレーフォーライフ、がんの患者さんとか、うん、家族の皆さん、それから地域の皆さんや社会の皆さんと一緒にがんについて考えたり、うん、思いを持ち寄ったりする場所です。まあ、それもこの番組もそうですよね。はい、その一つみたいなもんですよね。そうです、そうです。はい、しのちゃんはがんって聞いて、はい、なんかどんなイメージありますか？がんですか？うん、そうですね。僕の、父親の方のおじいちゃんがね、はい、大腸がんで、うん、ちょうど5年ぐらい前に亡くなったんですけど、うん、まあ、その年いった人がなる病気みたいな、まあ、多分間違ってるとは思うんですけど、はい、まあ、僕今32歳なんでがんって全然ピンとも来ないですし、うん、多分自分はがんでないだろうって思ってます。うん、まあ、どうなるか、がんがどんなことかっていうのも全く分からないですしね、うんうん、知識全くないです。そう、もうほとんどの方がそうだと思うし、はい、僕自身も
ついこの間まではそんなに思ってなかったですね、うん、で、まあ、この今回ね、はい、この番組をやろうなっていうきっかけになったのも、はい、本当まあ加藤さんと会ったこともそうなんですが、はい、その、ついまあ1年ぐらい前の話でね、はい、僕としのちゃんとかの共通の友達が、ね、肝臓がんで亡くなってね、はい、そしてそれのちょうど1周期にあたる5月9日の日に、はい、みんなが集まって、いろいろこうね宴会やったりとかっていう形の中に、ね、はい、同じ系列のおしゃれ 50s 50という番組があって、そこでがんについてということでテーマにしたのでゲストで来られたのが加藤さんだったんですね、はい、でそこで、まあね、50s によく出てらっしゃる、うん、高木宏代さんとかがね、はい、番組の中で私は乳がんなんですよなんて、うん、こうカミングアウトしたりするようなとこもあってね、はい、で、そういった流れで、うん、がんというものを何となく僕もちょっと身近に感じたというね、うん、ここ1年ぐらいでっていうか、うん、まあ深く感じたのはつい最近で、うん、でです、で、その後ですね、うん、この隣にいるね、この番組見てる方はですね、この、はい、チャルチャルしたお姉さん誰なんだろうという感じなんですけど、林ゆき子と言いまして、私のいとこなんですね。でこのいとことですね、本当に何年ぶりか何十年ぶりかぐらいにね、食事する機会があって、でそこで彼女がですね、どういった病気なんですか、全部言います、あ、もう全然言ってください、全然言ってください。最初なんか、まあ、病気っていう話になったから、うん、いや子宮がんになったし、うん、乳がんもなったし、うん、でそしてあと、まあ、難病指定のもあるからって言って、はい、聞いても分からんけど教えて言われたから、はい、まあ、時間解放症とか、うん、多発性硬化症もあって、はい、C 型肝炎もあるんよって、はい、どれから治そうかなって言ったら、はい、ちょうどいい人がおるって、はい、加藤さんの名前が出たんです。だから本当ね、人の出会いが良くて、たまたまな巡り合わせでね、うん、で本当にちょうど1週間経たないぐらい前に片目さんと会ってたので、はい、その一緒に食事してるその場で電話したんですよ、片目さんと。そうです、そうです、来たんですよ、うん、それから1週間も経たなかったですね、うん、その多分突然電話がかかってきて、はい、こういういとこがいて、うん、よくわからないけど会おうみたいなことになって、はい、結構すぐすぐです、次の週には1週間も経たないぐらい、そうなんですよ、うん、そこで、その彼女がですね、うん、こんな病気なんだってことを聞いて、うん、で、まあ、多分画面で見ていらっしゃる方はですね、うん、病気に見えない、はい、患者さんですけど、違う病気に見えます、そうそうそう、違う病気、やっぱり、ね、頭が ね、ネジの方が、うん、まあ、なんですけど、はい、それを言ったら片目さんがいろんなアドバイスをくれたわけですよ、はい、まあ、例えば、まあ、なかなか放送では言えないようなこともね、はい、ありましたよね。アドバイスというよりも、あんなこともあった、こんなこともあった、うん、病気の時ってこんな感じだったとかいうのをすごくたくさん喋ったような気がするんですけども、うん、あっという間だったよね。そうですね、ね、うん、だからそんな感じのことで、こう今まで彼女にとってそんなにその病気に関して相談するようなね、ないね、人もいなかったんで、でもそうなんていう感じでもなくって、なんかわーっといろんなことを一緒に喋ったっていう感じでした。まあそこからのつながりで、はい、それでじゃあこれを、はい、まあ、10月にそのリレーフォーライフっていうね、さっきのこれがね、はい、あるんだったら、じゃあそれまでにこんな感じでもっと親しんで、はい、親しんでがんをっていうのはちょっとおかしいですけど、はい、なんていうんですか、もっと身近な感じで、はい、この病気について話ができるような番組を作りましょうかっていうだけでしたね。そうですね、それからすぐで、うん、けど次の日とかには決まってましたよね、もうすでに始まるのみたいな、できるのできるのっていうところからできました、うん、それでね、やっぱりそう相談するのは今日ね、はい、オペレーティングしてくれてるジョニーなんですけど、はい、ジョニーもお父さんが肺がんかなんかなんですよね、なんですよということで、はい、まあ、ジョニーさんにもこう、うん、賛同してもらって、はい、じゃあやりましょうかっていうことになりますね、はい、なんかちょっと短そうに感じないがんっていう病気も、はい、ちょっとこうよくよく見てみると、うん、耳を傾けてみると、うん、がんだったとか、身近な人がそうだったっていうことを
ちょっとずつ耳にする機会っていうのが増えてきたと思うんですね、うん、でもそれってもちろんそのがんになる人が増えたっていうこともあるんですけれども、私がんなんですよって言える人が少しずつ増えてきたのかなっていう気もします。ゆっこは、まあ、いとこなんで僕ゆっこって呼んでますからゆっこはそれをもう、まあ、聞かれないと言わないと思うけど、うん、結構聞かれるとすっと言うじゃないですか、うん、聞かれると言いますけど、基本は病気に見えないので、うん、なんか病気あるって聞かれたことはないです、うん、まあでも今でも1週間に3回は病院行って、3回ぐらいは病院行ってますね。入院してる期間も長かったしね、うん、でもがんの患者さんがみんな病気っぽく、ね、患者さんっぽくしているかって言ったら、うんうん、そうじゃないような気がするよね、うんうんうん、そう思いますよね、うんうん、まあだからそんなに身近、まあ僕超身近に今いるからあれなんですけど、うん、でも普通そうじゃない場合だと分かんないですもんね、うん、もうがんって聞いただけで、うん、あもうがんなんだって思っちゃいますよね、うん、そのなんか決められたイメージで見てしまうとすごくなんか苦しくで、うん、どうしていいのかわからないってことになっちゃいそうな気がしませんか、うんうん、思います思います。いやだから今ね生放送見られてる方もおいでになるかもしれないので、うんうん、もしですねこれソーシャルストリーム上にもですね、はい、書き込むことができますので、はい、なんかこうちょっとしたこうどんどんなんとかとか疑問とかね、うんうん、あまりにもがんについて喋ってるのにお前らの喋り軽いとかねいうのがもしご意見ございましたらそちらもがんが書き込んでいただいても全然構いません、はいはい、それからですねこれ生放送じゃなくてこれ再放送も見えますんでね、はい、再放送で見られてる方はですねこれ多分 YouTube には上がると思いますんで、はいはい、その場合はですねこちらの方のアドレスの方にご意見いただければと思います。こちらです。番組アットマークメディア四国ドットコムです。こちらの方にですね、もしこうなんかこうね、ご意見とかね、はい、自分がこうなんだとか、はい、こういう時にはどうなんだとか、なんかこんなことしたらどうかなとか、まあ、答えられる範囲ですよね。答えられる範囲でね、うん、できるだけ、うん答えできるようにね、はい、していますんでこちらの方まで番組アットマークメディア四国ドットコムです、はい、こちらの方までお願いいたします、はい、で戻りまして、はい、がんですよ、はい、がんです、うん、がんって何種類ぐらいあるんですか、素朴な疑問なんですけど答えられないかもあそんなにあるんですかいや私が何種類って答えられないだけで、はい、きっとあるんだと思います。その中には、はい、すごく皆さんが知っているようながんがあったりすごく珍しいがんを持たれている方もいらっしゃいます、うん、なんかだからいろいろ聞きますね。血液のがんとかだったら、うん、本当になんか名前聞いたことないようなね、とかあったりしますよね。初めて知りました、うん、意外と無限じゃないんだろうけどそれぐらいにあるんでしょうね、うん、一番多いがんって何なんですか。一番多いがんってその都道府県によって違ってたりします。徳島県はこれ、何だったかな女性だったら大腸がんとか、うん、そういうのがちゃんと出てます、統計で、はい、でもいろんな何種類かのがんがあるとしても、うん、きっと私たちがそれぞれ別な性格のように、はい、いろんなタイプとか生活習慣とか、はい、リズムがあると思うので、うん、一括りにこれでこれだからこうっていうのはなかなか言えないんじゃないのかなと思います。なるほどね、うん、若い人もいれば、うん、年配の人もいるし、ほら、ほんとね、ゆっことか若くして、うん、はい、ねえ、うん、何歳だったんですか。一番最初のは多分21ですね。これからだからちょっと早くないっていうのは思ったけど、うん、そんな落ち込むとかはなかったよね。もうみんななるなって思ってたので、うん、それって分かったきっかけって何。やっぱり痛いな、やっぱり痛いなっていうのでずっと病院行ってとか、うん、でそれで分かっただけで、うん、でしかも最初は小さいから、うん、薬でとか言われるよね、うん、けど薬も効くか効かんか分からんから飲んでみないととか、うん、そうなってくると結局なんか自分の中では効かんのに飲まされているだけ感だけが残るっていう、うんうん、モルモット的な感じに思ってしまうっていう、うん、
21歳の時に見つけたじゃないですか、うん、それって早期とか早期あそうですね、うん、2とか3とかになってくるので、え4が一番すごいですよね。そうです、そうです、うん、で26の時にはもう切って、はい、でそれから1年ごとにちょっとずつ切ったりとか、あの子宮がんとかいうのはまあざっくりいくんですけど、はい、乳がんってちょっとずついけるので、うん、あの今回4分の1とか次はじゃあ2分の1とか、だから若い時の方が、うんうん、胸は大きいよね。胸って大きいよね。今の方が態度大きいけどね。多分その見つかった時によってちょっと切ったらいいとか、うん、大きく切ったらいいとか、多分そのね時期によってそれぞれ違うと思うんですけど、うん、でも大きいですよね、うんうん、最初から全部っていうのは嫌だった、うん、だからまだ20代やから、いや最初から全部と思って、うん、で、あの形成はできるんですよね、うんうん、ガンってもう出てるから、うん、もし、まあ、お乳を取ったとしても、うん、そのまま手術中に形成してくれて形はもう一回戻してくれるんですけど、うん、右と左を一個ずつできないでしょ、うん、はい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 、やっぱこう体型が崩れてくるので、うん、両方ともがって言うんだったら一気にできるん で、うん、でそう思ったら両方なってるんですけど、うん、こう最初に片側だけを半分取ったりとかすると、うんうんうん、自分の意思的には続いていかんのよね。あの半分残っとってもまだいけてるじゃんっていう感じで、うん、まだ手術には至ってないよね。っていうかこの軽さは何なんですか。絶対病気じゃ まあだから本当にこの番組の中でテーマにしてるがんっていうのはもう本当身近なものだっていうようなことなんだろうね。手術をした人はやっぱりあの手術を経験した人の話がすごく頼りになると思うんですよね。いろんな気持ちをあの一緒に考えたりとか感じることができるので、うん、そういうあの実際の患者さん側から発信する、うん、あの気持ちとか話ってすごく重要で、そらもう多分今見てる方で、うん、もしがんの方がおいでになれば、うん、まあ、こういうポジティブなね、うん、あの方もおいでになりますんで、うん、まあ、元気になるかもわかんないですよね。そうですね、うん、元気な時もあの落ち込む時もいろんな時があっていいと思うんですけれども、やっぱりあの元気をもらえる人っているでしょ、うん、そういう人たちがやっぱりあのいてもいいと思うんですよね、うん、はい、さっきね片目さんのプロフィールの中に、はい、ピアサポーターってあったじゃないですか。 はい、あれは何なんですか。ピアサポーターっていうのはですね、うん、あのがんの患者さんがもしくはがんの患者さん の、 あの家族が、はい、実際にあのがんの患者さんとか家族の相談を受ける、うん、経験した人が今経験している人たちの相談を受けるっていう、ピアって仲間っていう意味なんですけれども、そのピアサポーターっていうのが徳島でも4月から始まりました。おそれってそのピアサポーターっていう資格を取ったんですか、加藤美さんが資格とかなんですか。資格養成講座として、うん、あの開催されたんですけれども、うん、一応ピアサポーター、修了書っていうのを出してもらっています。徳島県から、はい、なのでそれはあのお話を聞くときに、こんなことあのがんってこういうもんなんですよとか、こういうことってちょっと気を配ったらいいんじゃないのかなっていうのを ある程度学んだ人たちに向けて、うん、あの養成しました。はい、それでどっかに行って何、うん、かができるとかはまだないんですよね。ないんですよ、ないんですよ。これからあのいろんなあの医療機関とかいろんな場所で相談できることが広まっていってほしいんですけれども、うん、今まだ始まってなくって、うん、ピアサポーター私も第一期生なんですけれども、まだまあだからなんかこうそういう窓口が欲しいですよね。そんなにさっきの話じゃないですけど、うん、2人に1人とかっていうようなね、はい、形なんであれば、はい、だってこれ4人いるうちの2人そうなんですからね、はい、林さんあれです ねハートが巻きがんですよね、うん、ああ巻きやばいっす、メンタル的に、いやまあそれはよくてですね、はい、まあだからあれですよ、あのそういったことがですね、うん、できていくようになるような、うん、
ことをアピールするためにもこの番組はいいかもわかんないですね、うん、そうですね、うん、そのがんになったら医療機関での治療っていうことがすごく大きくなってくると思うんですけども、はい、その治療以外 の, みんな日常生活があるでしょ、うん、家族があったりとか、うん、毎日の生活があったりするように、うん、そういう相談もリレーフォーライフっていう場所があることで、うん、相談したり愚痴ったり喋ったりしてくれればいいなと思います、うんうん、なるほどね、まあ、そのいうさっきから名前出てますリレーフォーライフっていうのが10月の4、5で徳島でございますんでね、はい、ね、はい、まあでもこの2日間だけしか話聞いてもらえないっていうのはちょっと残念だなと思うんですけどね。だから、はい、そういった形の窓口がね、はい、出来上がればいいなと思いますよね。だからさっきも言ったそのピアサポーターっていう方もね、はい、どんどん出てくると思うんでね、はい、実際にそういった場所があれば、はい、うちのゆっこなんかは本当にね、はい、自分もそうなんですけど、うん、ね、父親も母親もそうですからね、がんで亡くなってるので、もう亡くなってるので、うん、かなり身近です。だからそういった形で、ね、がん患者さんを持つ家族でもあったわけでしょ、うんうんうん、だからそういったのでいろんな話はできると思いますよね、うん、だから患者の思いと家族とはまたちょっと違ってたりするもん ね、うん、けど両方ともが一応ね、うんうんうん、100% は分からなくても、うんうんうん、気持ち的には分かるので、うん、まあそんな感じでですね、はい、この番組ね、ライフ徳島っていうのを3回にわたってお届けするわけでございますが、はい、これまあ1回目でね、まあ、僕らの自己紹介であったりとか、はい、それからまあこの後ね2つ目のコーナーございますけども、はい、その前にまあこの番組あと2回あります、はい、片目さん的にどんな感じでやっていったらいいと思います？リレーフォーライフって何っていう感じだと思うんですよね、うんうん、そのうん、いきなりそのがんとか、はい、がんの患者さんの気持ちとか思いっていうのをなんとなく言われてもよくわからないって思われる方ほとんどだと思うんですね、うん、はい、でそういうところをちょっと考えてみようかなっていうことで進めていきたいんですけれども、実際にリレーフォーライフではどんなことがあってどんなことをするのかとか、うんうん、こういうことをしたらいいんじゃないのかっていうのも聞いてみたいです。あ、なるほどな、うん、それからね、せっかくなんで、はい、僕ら4人だけじゃなくてね、ゲストの方も来ていただきたいですよね。そうですね、はい、まあ、それもどんな、なお、さっきの話じゃないけど、しおちゃんの話じゃないけど、うん、がんの種類ってどれぐらいあるんですかって言って、うん、パッと答えられるような方とか ね、 ね、そうですよね、聞きたいですよね、ね、片目さん、そういった方とかね、先生から、私こそは林ゆっこよりもポジティブながん患者ですっていう方も出てもらいたいですよね。いろんなタイプの人がいますよね、うんうん、まあ、それによって本当元気になっていただければと思うような番組にしたいですね、うんうんうん、こうじゃなきゃいけない、がん患者だからこうじゃなきゃいけないっていうのが、うん、なくしたいですよね。そう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 、何でもありにしたいですよね、うんうん、だからもう今回ねこの番組やるにあたってですね、うん、本当にこうどんな感じでやればいいのかとかね、うん、もう本当にいろんな番組やってるんですけど全部テンション高いですからね、はい、だからどれぐらいの感じでやったらやりすぎると怒られちゃうんじゃないかなっていう感じなんですけど、はい、でも片目さんが言うにはもう本当に身近なもんなんですよっていうことなんですね、うんうん、テンションが低いことが抑えめなことが、うん、がんの患者さんじゃないでしょう、うん、それはその日によって沈んでいる時もあれば、うん、元気にしたい時もある、うん、っていうのを日常生活の中でお話ししていきたいなと思います、うん、なるほどでございます、はい、まあ、こんな感じでね、はい、今月6月、8月、10月とね、はい、3回にわたってお届けいたしますんで、はい、皆さん必ずチェックしてください、はい、それでは、2つ目のテーマいきましょうか。2つ目のテーマでございます。テーマはこちらです。リレーフォーライフって何？何ですか？リレーフォーライフって何？何？まあ、さっきからですね、はい、散々リレーフォーライフという言葉が出ております、はい、まあ、それはもう片目さんがですね、もう生きがいにしている本当だね、人生をかけているというリレーフォーライフまあ僕もしのちゃんもね、はい、ゆっこままわかんないですもんね、うん、あんまりわかってないです。全然わかんないです。ほぼわかんないですね。聞いたことないです、さっきもうほんとね、さっき
できたんでしょこれ、うん、さっきじゃないですけど、ね、今週出来上がってまだホームページにはアップされてないんですけれども、うん、そうなんですよ、チラシです。でいつもだとですねこういったものはデータでもらって分かりやすくバンと出せるんですけどあまりにも急なものでございません。だからこれをですねじゃあリレーフォーライフって何っていうところからいきましょうか。はい、リレーフォーライフっていうのはあの直訳すると命のリレーです、うん、命のリレーっていうんですけれども、がんの患者さんとかあの家族の皆さんとか地域の皆さんがみんなでその場所に集まってリレーウォークって言って、うん、夜中24時間これ開催するイベントなので、はい、24時間あの歩いたり話したりしてあのがんの患者さんを応援するっていうチャリティーイベントなんですね。皆さんから寄付をあの募るイベントなんですけれども、はい、うん、24時間の開催すごいですよね。すごいでしょ、夜中中、まあそのようだから24時間テレビみたいなもんですよね。そうですね、身近なとこでよくテレビで見るとね、まあそれをイベントで24時間やっちゃうっていう、うん、うん、24時間っていうのが、はい、がんの患者さんってすごく夜の静かな時間が長く感じるし、うん、あの楽しいことってあんまり思い浮かばない、うん、すごい切ない時間だったりする時もあるんですよね、はい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 、そういう時にリレーフォーライフを思い出してもらって、うん、24時間夜中中いろんな人たちが歩いたり話をしたりして応援してくれてたなってっていうことを感じてもらいたいのと、うん、私たちもいろんなところでがんについて考えながら、うん、患者さんたちを応援したいっていう思いで24時間開催を続けています、うん、これって1年1回あるっていう、1年に1回です。でもなんかこういろんな地域であるんですが、うん、全国では41カ所昨年度は開催されていて、結構行われてるでしょ。すごい、すごい、意外と、うん、それ2008年からかな、はい、行われてて、で上は北海道から、うん、下は沖縄まで、いろんな各地で開催されてるんですけども、はい、開催の形ってそれぞれあのその土地その土地で変わっていて、違うでしょうね、はい、で屋外のすごく広いあの、運動場みたいなところでするところもあれば、うん、体育館の中で開催しているところもあります。そして徳島は東新町商店街っていうあの、はいはいはい、雨が降っても、うん、すごく寒くっても暑くっても、はい、守られている環境で開催をして、はい、今年が2年目、2回目です、うん、なるほどね、はい、すごい。でもこのチラシの方に、ね、リレーフォーライフはがん制圧を目指しがん患者や家族支援者らが今日共に歩くことで勇気と希望を分かち合うチャリティーイベント、うん、チャリティーイベント、ね、はい、ですね。ほんだからこれなんかあでもこうテーマがあるんですね、はい、テーマ3つ、うん、チラシにも書いてある一、うん、つ目は祝うっていうことなんですけども、あのリレーフォーライフの場所で、はい、いろんなのがん患者の皆さん と、うん、会えた、はい、この場に集うことができたっていうことをお祝いする気持ちが一つ目、うんうん、で二つ目が忍ぶっていうことは、うん、がんの患者さんがんで亡くなった人たちをこの夕方の時間なんですけれども、うん、みんなで忍んで思い出して考える時間、うん、大切な時間、うん、そして最後が、立ち向かう、うん、これからがんと生活を送る方とか皆さん地域の人たちとも一緒にがんについて考えながら向かっていこうっていうものが最後の立ち向かう、うん、この3つのテーマでリレーフォーライフを開催しています。すごい、はい、けど去年あったの知らなかったね。いやだからそれだけそれがやっぱそこまでは知られてないから僕らも知らなかったですもんね。知らないです、知らないです。だからこれに本当ものすごくたくさんの方がね賛同していただければね、うん、面白いと思うんですけども、リレーフォーライフっていう言葉だけでは、うん、がんっていうところと結びつかないような気がしませんか。します。いやもう全然ね、はい、思います。でも今日からきっと結びつきますよ、うん、これ一番下に書いてますけど詳しくはですね検索サイトですね、はい、RFLJ、はい、RFLJ
徳島で検索していただくとね、はい、リレーフォーライフ徳島でも出ると思います、うん、あそれでも大丈夫なんですね、はい、これでですね、じゃあこのリレーフォーライフジャパン2014徳島にはですね、参加するための申し込み書がこのちょうどこのチラシの裏側にあるんですね、フライヤーのね、はい、だこれはさっき言ったところでホームページの方でプリントアウトできますんで、はい、これ手に入れてもらって、はい、この中にですね、参加する方は参加もあるとか、それから寄付協賛というのがありますよね。はい、リレーフォーライフはさっきちょこっと言いましたが、はい、チャリティーイベント、うん、がん患者さんを支援するためのがん制圧のチャリティーイベントなので、うん、皆さんから寄付を募ります、はいはい、その寄付っていうのは、うん、徳島リレーフォーライフの開催費用にも充てられるんですけれども、はい、その開催費用以外は日本対がん協会っていうところを通じて、うん、がんの制圧活動に充てられます、うん、そのがんの日本対がん協会、対がん協会、対抗する対にがん、対がん協会、日本対がん協会っていうところなんですけども、うんうん、はい、その寄付の使い道、どんなことに使われているかっていうのを皆様に知っていただいて、うん、ご寄付を募ってるんですけれども、一つ目はがんの創薬、薬を作るための費用のためにご寄付いただいてます、はい、それは大切ですね。うん、うん、で、こういうパンフレットにもしっかり書いてるんですけれども、はい、あとはがんの専門医、うん、お医者さん、はい、がんの専門のお医者さん の、うん、育成のための基金として集められているのと、あとは全国のそのがんに関する啓発の事業に使われたり、うん、あと相談ホットラインの開設に使われています。それさっきのね、だからどこでそんな話を相談していいのか、うん、だから病院に行ったら病院だとドクターだけでしょ、うん、はい、ね、今ねドクター以外にもいろんなサポートをしてくださる方がいます。それどこにいるんですか。各病院の相談支援センターっていう窓口があるので、そこに行ってみるのも、うん、いいと思います。でもそういうの知らない人も多いんでしょうね、実際ピンとこないですよね。通り過ぎるような場所にあります、うん、だからあんまり人から見えないようなところに個室を作ってるので、それがね、さっきの話じゃないけど、その相談支援窓口みたいなのが全然違う、うん、病院じゃないところにあれば、うん、そこで相談支援の窓口ありますよってことも教えてあげられるじゃないですか。だからそういったことにもお金が使われるんであればね、県外では、うん、すごく面白いなって思ったのは、本屋さんで相談を受けてたり、はい、本屋さん、なんかちょっと仕事帰りに立ち寄れたりしますよね。ああいうのやってみたいななんて思ってます。そういった場所をね、提供していただけると、うんうん、それでまあみんな時間があるんでね、うん、そういった形でこううまい形になればね、うん、だからこの番組なんかもそうですからね、この番組なんかもね、別にもう何にもね、うん、どっからもお金も出ないしね、はい、もうこのなんかこういった活動がですね、どんどんいろんな方に広がればと思ってね、はい、やってるようなもんですから、うん、だからそういった寄付ね、協賛というのが、はい、さっきジョニーさん出してくれてましたよね、うん、こちらの方でね、こちらの方でございます、はい、そういった形でいい形で使われますんで、はい、ぜひぜひこれいくらでもいいんですか。はい、いくらでもいくらでも、はい、はい、こういった形で、こちらの方の申し込み用紙の方に入れてもらって、はい、振り込んでいただければいいんですね。はい、振り込みでも、はい、お電話いただいても、うん、はい、でも一応締め切りありますね、はい、2014年8月31日申し込み締め切りですね、はい、はい、それまでにぜひですね、参加したい方とか、はい、寄付協賛の方、はい、そしてボランティアスタッフもですね、はい、ありましたらぜひぜひですね、はい、8月31日までに皆さんよろしくお願いいたします。急、はい、でもいいんでしょうけど、急でもいいんでしょ、急でもいい、ね、うん、だってやっぱり出ようかなって、その日に思う人いるもんね、うんうん、覗いてみようかなって思ったり、だからその
これを見て何かの絡みで、まあ、僕の友達だったりとか、うん、ゆっこの友達だったりとかでもしこう今見られてる方で、はい、リエフォーライフジャパン、うんうん、そういった、がんの患者さんとか、はい、がんの患者さんの家族がみんなで歩くだけなんだと思ったら大きな間違いで、いろんなことがあるんですよね。画像もありましたよね、ジョニーさん。あ、いろんな画像がありますんで、こういった形のイベントでございます。普通にこれどんな感じですか、ね。はい、学生さんと触れ合ったり、うん、学生さんといろんな話をする機会っていうのもあるんですけれども、うん、普段感じている思いとか、うん、なかなか表に出すことってないと思うんですけども、はい、このそういった思いをこの場所に持ってきてもらって、うん、帰るときにはもう嫌なことはドーンとここに置いて帰ってもらえるような、うん、そういう時間にできたらいいなと思います。いやもうしろちゃん行った方がいいっすよ。いや、なんでですか。いろんな思いがあるから。お互い様です、はいはい。まあそんな感じでですね、あ、はい、これは何なんですかね。これね、さっきの忍ぶ時間開催を通じてなんですけれども、うん、いろんな思いをこの紙袋に書いて、うん、夜明かりを灯すんです。おー、灯籠みたいな感じ。灯籠みたいな感じなんですけど、はい、暗い時って、はい、足元の明かりってすごく温かい気持ちになったり、うん、ほっとしたりするんですけれども、うん、それをこの東新町商店街の中ずらーっと並べさせてもらいます。これはそれを象徴しているホープ、希望を、うん、形取って明かりを灯します。本当だ、うん、ホープになってるでしょ。ピーになってますね。ピーになってる。あー、ホープ、これ広いところだとでっかーくホープって作れるんですけど、うん、はい、でもちょっと徳島では狭い距離なんですけども、うん、でも良かったですよ。なるほどね。他も画像ありましたっけ。はい、これ相談支援の徳島大学病院の方々が相談を受け付けてくださっている様子です。徳島大学病院の方々もおいでになるんですね。はい、はい、少しお話込み入ってきたりすると、はい、中 のちょっと離れた奥まったところで相談を受けていただいたりもしています。はい、これどんな相談なんですか、実際。私たちではなく、この医療機関の方々が受けられる相談っていうのは、私たちは中身を知ることはないんですけれども、うん、はい、医療相談とか、あと生活の相談っていうのが主になってくると思います。まあでもね、はい、そういったところでこういう窓口があるといいですね。いいですね、うん、はい。他も画像、あ、これは歩いてるところですかね。はい、これ24時間リレーウォークの様子なんですけれども、うん、それぞれチームで参加される方はこういうフラッグ、うん、自分たちはこういうチームですっていうのを少しこういうフラッグにされて持ってきて、これ学生さんたちなんですけども、で歩かれる様子です。結構だから若い方も参加されてるんですね。そうですね、学生さんとか、ね、医療に携わる方が多いんですけれども、うん、若い人から年配の方まで、それこそさっき言ったみたいにいろんな人たちが、はい、いろんな風に感じられることがあると思うので、たくさんの人、いろんなさまざまな環境の人たちが集まって参加していただけたらなと思います。そうですね、だから、はい、これはなんかちょっとイベント的な感じが、ね、はい、忍ぶ時間に学生さんたちが合わせて曲を弾いてくださっています。これエンプティーテーブルっていう朗読の時間なんですけども、今ここ座ってらっしゃる方はいないんですけれども、うん、はい、ここ誰も座ってないけれども、うん、亡くなってここには来れなかったけれども、この席に来てくれていると思って、うん、朗読をする時間です。うん、みんなでキャンドルと光る。なるほどね。じゃあ、ジョニーさんこちらください。そういった感じのですね、リレーフォーライフジャパン2014徳島というのが10月の4、5に開催されます。はいはい、だから今ね、こんな感じって言いましたけど、はい、このリレーフォーライフジャパンを楽しむためのポイントメモとかってあるぐらいなんで、楽しめるような感じのね、うん、ことを書いてますよね。はい、だからさっきのルミナリエとはとかってことでしょ。ルミナリエパックっていう白い紙ですね。あ、さっきのやつ。白い紙に
いろんなあの思いを書いていただいたりして参加することもできますし、それからさっき言ってたチーム参加で楽しくなんていうのは、はい、家族、友人、企業、サークルなどを数名と声を掛け合ってチームを結成して参加してくださいっていう、チームごとにフラッグ、タスキ、お揃いの T シャツ、帽子を作ってなんてことを書いてくれてますので、こういった感じの参加の仕方もいいですよね、アピールするっていう意味で。どんなチームでもいいので、うん、あのご近所チームでもお友達チームでも、うん、飲み友達チームとかでも、うん、家族、チームでも、メディア四国でも、ね、ああ、いいんじゃないですか。それからステージイベントっていうのは、はい、さっきちょっと音楽のね、はい、弾いてるクラシック系のシーンありましたけど、はい、音楽やトーク、ダンスなど多彩なパフォーマンスがステージで、はい、ウォーカーを応援しますっていうのが、はい、歩いてる人をね、はい、応援したりする、あ、そういった感じのものもあるんでね。そうですね、うん、楽しむための催しっていうのもありますし、うん、そのがんについてがっつり考えるっていう時間もありますので、うん、いろんなあのシーンで選んで参加していただけると思います、うん、本当にすごい、うん、これなんかだから僕らも手伝いに行きたいですね。そうですね、うん、はい、この行くでしょ絶対。行かないかんでしょこれね、宣伝練習で行かんわけにいかんでるでしょ。それほなけあれやね、僕の場合だったら10月の4日朝4時まで仕事してそのまま、その後ですね、そうだ、まあ、その後の、ね、夜中の1回こう顔出して、はい、何週かこう楽しんで、はい、また帰って仕事して、仕事して朝方、うん、とか。まあだからこれからね、まだまだ10月までありますから何ヶ月か、はい、まああの実行委員長ですから、うん、実行委員長がいろんな企画でこれから作っていくと思うんですけど、うん、作っていくんじゃないんですか。作ります。え、作るっていうかこういろんななんかこう、はい、なんですか、うん、こうキャスティングとかしたりするんでしょ。キャスティングもそうだし、いろんなあの参加される方からのこういうのがあったらいいんじゃないのかっていうのも聞きたいです、うんうん、ね。だから、そう、あ、そうですね、だからそういったものも、うん、さっきのメールアドレスでいただければね、うん、お伝えできますよね。はいはい、どうぞどうぞ。あの病院で、うん、あのここの、まあ、胃がんですとか、うん、大腸がんですっていう場合は、うん、全部漢字なんだけど、うん、この広告だけ全部ひらがななんのは何か意味あるんですか。全部ひらがななんですよ、全部読んだんですけど。がんが、うん、がんっていうのがひらがなで、がんってひらがなで書くのは、あの漢字で書くのは、うん、病気としてのがんは、うんうんうん、感じ、はい、でもいろんなことを含めて、その他の日常生活のこととかも含めて書くときには、うん、ひらがなのがんです、うん、あ、その差はないね。保険屋さんのがんもひらがなです、うん、あ、そうか、今思い出した。がん保険とか、保険とかのがんはひらがなです、うん、そうだそうだそうだ、そうなんですね。今知りました、はい、ま私も思った、最初思った、うん、今知りました、うん、まあということでございまして、まあ、この番組はですね、このリレーフォーライフジャパン徳島2014徳島につながっていくような番組なんでね、はい、またあと2回ありますんで、まあ、まだね、次回の放送まだゲスト来ていただけるかどうか分かんないですけど、どんなゲストが来るのか分かんないですけど、ゲストの方とまた、このイベント自体のね、内容がもうちょっと明らかになってますよね。はい、具体的に、じゃあもう一度こちらの方でございます。こちらの方がチラシでございますんで、これはですね、検索サイトで RFLJ 徳島で検索していただければ、はい、ね、まだ今夜は上がってないかな。あ、まだ上がってます。上がりますんで、はい、そしたらこの表面ね、これで、はい、で、裏側の方が申し込み用紙になってますんで、はい、ぜひぜひですね、こちらの方に申し込んでいただいて、はい、ね、リレーフォーライフってどんなもんだろうっていうのは、日本対がん協会のリレーフォーライフのところを見ていただいても分かりやすいと思います、うんうん、なるほどでございます、はい、まあ、読んで分かっていただくのと、この番組を見て分かっていただくこととありますんで、はい、この番組でも分かりやすくね、皆さんに説明しようと思いますん で、はい、そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、もうそろそろお時間でございます。早かったね。早かった。まあ、今日ね、見られている方にですね、この雰囲気がどういうふうに伝わっているのか、ね、ちょっと不安ではございますが、まあ、僕ら的にはもっと身近な感じでね、がんという病気について話すとか、そんな感じで続けていきますんでね、若干ちょっと失礼があるかもしれませんね、はい、その場合はもうご了承ください。
まあでも僕ら応援しているという意味のね、はい、サポーター的なもんで、まあ、はい、リアルにここにね、はい、隣に、患者さんいますからね、はい、まあ、患者さんがですね、はい、元気づけてあげればいいんじゃないかなと思いますけどね、私たちが患者さんに向けて応援したい、うん、患者さんに応援してもらうリレーフォーライフではなくって、うん、リレーフォーライフが応援したい、うん、そうですね、はい、です私される側やね、ほないやでもだからされる側だし、する側だし、でもする側でもあって、うん、いいんじゃないですか、うんうん、あ、ということで、はい、そろそろ締めていこうと思います、はい、じゃあ1回目の放送でございました。ゆっこさんはいかがでしたか。いや、やっぱり自分の中でも、うん、そんなに自分が重く捉えてないだけで、うん、なんていうかな、悩んでる人とかもいるはずなので、絶対いるよね、うん、必ず軽くても重くてもっていうのは、うん、病気に対してはないと思うので、うん、それに対しては私もこうちょっと応援ができるところがあれば、うん、素晴らしい、行こうかと、うんうん、まあだから次の放送までまた体調整えてな、ね、まあ体調崩しやすいんでな、そうですね、まあ、次の放送でお休みにならないように、はい、じゃあ続いて、じゃあ白原博さん、いかがでした。そうですね、僕は今日一日すごく時間が経つのが早かったんですけど、すごく勉強になることがたくさんありましたね、うん、で僕32歳でね、うん、本当に今日の放送場ではね、うん、身近でないものと思ってたんですけど、うん、まあ、2人に1人ということで、うん、他人事ではないなと思って、うん、残りの2回の放送もここに座らせていただく限りは、うん、いろんなことを勉強し、うん、いろんなことを伝えていきたいなと。本当ね、はい、だから一番キーマンですよね。分かんないこといろんなこと聞いてくれるからね、しのちゃんがね、はい、だから見てる人はね、はい、片部さんとかになると、はい、自分で分かっちゃってるからね、はい、知ってるものって思いがちなんで、はい、だからしのちゃんとかはもう普通に、うん、ね、どん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 聞いていただければ、はい、ね、はい、もっとより分かりやすい番組になるように思いますね、うんうん、はい、ということで、じゃあラストは、はい、お姉さんいきましょうか、はい、いろんな人ががん患者でもあり、うん、がん患者さんはいろんな人がいるんですよね。私たちがなるかもしれないし、うんうん、身近な人かもしれないし、遠い人かもしれないし、うん、職場の人かもしれない、うんうん、だから患者ってこうあるべきとかじゃなくて、いろんなものがあっていいんだ、うん、いろんな選択とか生き方、うん、生活の仕方っていうのがあっていいんだっていうことをみんなで考えていけたらいいなと思います、うん、本当にいいなと思いますね、はい、ということでございまして、はい、今回の6月の放送はこれで終了でございます、はい、次回の放送はね、一応8月を予定しています。またそれに関しましてはなんか Facebook だったりとかね、いろんな形で告知できますんで、そちらをチェックしてもらって、ぜひまた見てくださいということで、ライフ徳島ナビゲーターは林修一でございました。そしてお隣は林由紀子ですそれと加藤美奈と、それとはい、篠原博士でお送りいたしました。それでは次回放送まで皆さん